はい、皆さんこんにちは。今日はですね、群の定義の中にですね、ちょっと、未解決な問題を自分の中でですけど見つけてしまったので、それについてお話ししたいと思います。群の定義自体はもう何回もやってますね。群の定義そのものもやったし、群の定義の表記が間違っていましたということで訂正動画もさせていただきました。簡単にざっくり群の定義を復習しましょう。集合 G があった時に、その G の中にですね、2元に対応が、定義されていますよと。G の任意の元 AB に対して AB と AB に対して A 点 B なるものが G の元に含まれると。これは演算が定義されていると言っても、ほとんど同じことですよね。で、その演算に対 G の中で定義されている演算が G の中に閉じていると、必ず演算をしても G の元の中に入っていますということがまず一つで、その演算が結合法則を満たしますよということと、ある単位元というもの、単位元と呼ばれるようなものが存在しますよ。その単位元というのは、任意の元 A に対して E というものを左からかけても右からかけても元の元ですよと。で、次は逆元というものが必ず存在しますよ。 G の任意の元に対して逆元というものが必ず存在します。逆元というのは、その逆元になるものを左からかけても右からかけても、単位元になるものですよということですね。で、実はその訂正動画の中でも少し触れたのですが、ここが見えない。よいしょっと。この今ピンクというか、紫で囲っているところですね。実はこの定義は、この今全体の定義は、記述、この定義の記述を若干減らすことができてですね、このピンクの、ところだけ残しておけば、残りの AE が A っていうのと A 点 A インバースが E っていうの、この水色の部分ですね、これがですね、実は導けてしまうと。逆にですね、この水色の部分 A 点 E が A と A 点 A インバースが E っていう、群の定義をこれだけにしといても、この結合法則などから、この紫の部分が、ピンクの部分ですかね、ピンクの部分が、導けることが分かります。ちょっとこのことについて触れていこうかなと思います。はい、つまりですね、単位元 E を、2の元 A に右からかけたら A になるよ。 A インバース A の逆元を、ごめんなさい、右側じゃない、左側ですね、左からかけると、単位元になるよということから、 A っていうのは右から、単位元っていうのは右からかけても単位元の性質が出てくるよと。A 点 E は A ですよと。A に A インバースを、施しても、右から施しても、E ですよということが導けるわけですね。で、これは同値ですね。こっちを仮定すればこっちを出てくるし、こっちを仮定すればこっちを出てくるということが言えます。だから群の定義が若干減ります。で、今日はちょっとこれをやってみたいんですけど、もしよろしければ、この動画を止めてですね、自分で考えられてみると、面白い、ちょっと頭の体操になるのかなと思います。使うのはこの仮定と、だから、群の定義、特に、結合法則ですね、それを使えばよろしいということになります。じゃあちょっと、考えられる人はちょっと、動画を止めて考えてみてください。はい、じゃあちょっと実際にやってみましょう。はい、EA は A、A インバース A、もう点っていうのはちょっと省略しますけど、A インバース A は E っていうものを仮定したときに、まず、この A 点 E、省略すると言っちゃいましたけど、AE っていうのが A になるってことを証明しましょう。で、この時にどうすればいいかって言ったらですね、この E 右から、左からかけても、変わんないので、これ統合になりますね。で、ここがポイントなんですけど、この E っていうのをこれで置き換えるんですね。ただ何によって置き換えるかって言ったらば、 A インバース A があるんで、 A インバースがあるんで、 A インバースのインバースなるものに A インバース、これ E ですよね。だからここ、今こことここが一緒で AE というふうに変形できます。で、結合法則が4元以上はどこから掛け算してもいいっていう、掛け算の方向はもう決まってるんですけど、逆じゃないんですけど、方向はもうこういう流れで決まってるんですけど、どこから、掛け算をやってもいいよっていうことが結合法則になので、
ここに結合法則やるとですね、A インバース、ここは残って、でここの括弧水色の部分っていうのはこれですよね。E になって E ですよと。で結局 E の E っていうのも結局 E の E は E なわけですね。だからこうなりますよっていうことですね。で結局どうするかって言ったらば、ここもまたこれを使いますね。これはそのままそっくりここを使います。E っていうのは A インバースの A なんで、A インバースの A と。で結合法則を使うと、A インバースのインバースと A インバースっていうのはちょうどこれですね。これの A が A インバースになったバージョンだから、ここは E になります。だから EA となります。で EA は A だっていうのは仮定から導けているので、結局、このような何でしょうか、ね、このオレンジのとこからここがまず導けましたよっていうのが一つあります。一つ出てきました。はい、じゃあ次です。 A と A インバースですね。でこれが、このような仮定を使った時に、いいっていうことが言えればいい、単位元になるよっていうことが言えれば、よろしいということです。まあもうこの結果もう導けたんで、使えたら使ってもいいということになります。でこの、一番上のここを使います。だからこの A と A インバースに E をかけても変わりませんよ。でまたこの E に A インバースのインバースの A インバースの A のA インバースというものをかけます。そうするとですね、またここで、今度こっちですね。今青こっちでやっちゃったけど。ここでやるとここが E になりますよね。で、この EA、今度は赤でやりますけど、この E とこの A インバースで、やるとこれはちゃんと、元が変わんないわけですから、 EA インバースは A インバースになります。でこれは A インバースインバースの A インバースっていうのはちょうどここですね。この元、この対応、この等式と、イコールになるので、結局これは E ということになって、このオレンジのところから、まあ、ここね、同じ色にしない方がいいかな、オレンジのところから今そうですね、緑が導けることができましたということで、群の定義を若干減らすことができますと。はい、でこれはまあ別にいいんですね。ただ、ここで私がですね、あ、これはわかんないなと思った問題があるので、ちょっとそれを紹介してみたいと思います。さあ今言ったことをもう一回書いてみるとですね、 E の A は A ですよ、 A インバースの E はインバースの A ですね。 A インバースの A は E ですよっていう仮定のもとで、 A の E が A ですよ、 A の A インバースが E ですよってことが導けました。まあどっちも導けますよと。まあちょっとまだ逆、こっちの逆の方やってないんですけど、まあ、可逆だってことを考えれば、ね、群は逆もで成り立つので、 逆に操作をしていけばまあ出るっていうことなんで、まあ簡単に両者は同値な関係だっていうことが分かります。ただ私ですね、最初これをこの証明を考えた時に間違えて、こことここでやってたんですね。そしたらですね、全然出てこないんですよね。
で、代数学の教科書見ても、まあ、これとこれはまあ同値だから練習問題やってみろって書いてあるんですけど、じゃあこれでこの時にじゃあもう片方の水色の対角線上のものが出てくるかって考えた時にやってみたんです、結構やってみたんですけど、どうも出そうもないような気がしてきたんですね。ただまあこれは、出そうもないっていう気だけでは、気がしたっていうだけでは数学にはならないんで、これはひょっとしてオープンプロブレムになるんじゃないか、まあ、どのレベルのオープンプロブレムになるかっていうのはまあいろいろあるんですけど、多分まあ、もう常識的なことでとなってるのかもしれないんですけども、もしそうだとしても相当まあ、面倒くさいことになるんじゃないかと思うんです。この対角線の部分 EA は A と A と A インバースは E の部分と、この水色の部分 AE イコール A A インバース A が E っていうのは、実はこれ導けないんじゃないかなと思うわけですよね。で、導くことを、まあ導けるんだったら導くことはまあね、割と容易にできるんだけど、この過程からこれが導くことができませんよっていうことの証明っていうのは結構面倒くさいんじゃないかなと思いました。で、まあ実際に本当に導けないかどうかっていうのはまだわからないんですけども、これちょっと、せっかくなんでオープンプログラムというか、まあ公開問題ということにしてみたいなと思います。これどうでしょうかね。もし、自信がある方はちょっと考えてみられてもいいのではないかと思います。ひょっとしたらこれでこの過程から、左の過程から右の過程は導けない。もし、まあ、まあこれが言えれば、まあ、こっちも導けないということが言えるわけですね。こっちからも左、右からも左から左の、ことが言えないということが分かるわけです。もし上が言えなかったらね。ということはですね、結構不可能性を証明しなくちゃいけないということですね。もしこのことが正しいとしたら、この不可能性っていうのはね、どうやって証明すればいいんでしょうかね。結構複雑な問題、複雑というかまあ、面倒な問題なような気がします。ちょっとこの問題まだ白黒はっきりできてないので、ちょっと追って自分なりに解決してみたいと思うし、もし、興味がある人は、この問題にチャレンジしてください。この問題、上のような感じであればこれからこれは導けます、これ力もこっちは導けます。ただ対角線上に条件を取った場合には成り立つようなものが全て、うまくいかなくなってしまっているので、単純に考えた時にできなくなっちゃいました。じゃあ果たして本当にこの新たな命題はこれ正しいのかどうか、ちょっと自分も考えてみたいし、もし、考えてみようという方はぜひ考えていただければと思います。以上です。